皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は2022年3月9日の新入荷情報についてお伝えいたします。毎週その週に入荷いたしました水草レイアウト素材、そして水草用品の中からいくつかピックアップをしてご紹介をしております。で、今週はいつもと違いまして、まだ未発売の商品についてご案内いたします。いつも ADA 製品をお使いの方でしたらすでにご存知かと思いますが、30周年記念商品が限定発売されます。今のところ4月13日出荷となっておりますので、各特約店に入荷するのが4月14日以降となっております。ただ今回は数量限定ということで、非常に魅力的なラインナップになっております。で、この限定モデルってなると、遡ること10年前、20周年記念というものがあったんですけども、その時も、当時非常に人気がありまして、やはり AD 製品の限定ってなると、コレクションで買われる方とか、記念に買われる方が非常に多かったので、とても人気になったんですけども、で、今回はそれの、30周年ということで、とてもね、面白いラインナップで発売がされます。もうすでに公式のホームページで発表されている情報を私がこう話すだけでしたら、何も面白いことが一つもありませんので、まだ公式に発表されていない未発表情報について、いくつかお話をしていきたいと思います。まあ、商品ラインナップをね、さらっとこうご紹介しつつ、私の印象であったり感想であったりも交えて、お話ししていきますので、ぜひ最後までご覧ください。今回はちょっといつもの YouTube と違いまして、商品名間違えるとちょっとダメなので、手元にこう資料をちょっと持ちながらお話しさせていただきますが、その点、あらかじめご了承ください。まず一番最初に、ガラス水槽のレトログラス、甘色とノイロという感じで、手作りガラスですね。通常のこういったね、キューブガーデンみたいな感じではなくて、もう手作りならではの風合いのあるガラスで、青色と、緑色、2色展開となります。これね、ウェブで見てる限り、ちょっと本物をね、まだ見てないんでわからないんですけども、非常にこう、上品ですね、色味が。もうどぎつくもなく、なんとなくこう、うっすらとね、色が入っているような感じがあるので、非常に好印象なガラス水槽です。で、いつもの ADA 製の水槽となると、もうとにかくガラスが透明度が綺麗で、中の水系がくっきりと見えるみたいな感じなんですけども、今回はその逆パターンですね。色、柄がついてて、なおかつ手作りガラスなので、こう、もやもやっとね、したような感じで、中がめちゃくちゃクリーンに見えるっていう感じではありません。なので、使い道としては、中に本格的なレイアウトを作るっていうのではなくって、あくまでも魚メイン、例えばメダカとか、ベタとか、金魚とかだとちょっとこう20、20、18っていうサイズちょっとちっちゃいので、メダカ、ベタあたりを主役にして飼育するのにとってもいいのかなと思います。で、水草はじゃあどうするかというと、例えばマツモとか、もうカボンバとかそういうのを一束ポンとね、真ん中にこう、うずめて、そのぐらいで楽しむみたいなのがちょうど綺麗かなとも思います。なんとなく魚と水草がぼんやり見えるみたいな、ところかなと思います。ちょっとね、これは実物見てみてないとわからないんですけども、ただ真上から鑑賞する分には非常にいいのではないかなと思います。で、次にこちら、マスターツールボックス箱です。名前の通り箱ということで、まあ、コンセプトとしては大工さんが持ち運ぶね、道具箱をイメージして作られたってことなんですけども、なんとこれね、写真で見るとわかりにくいんですけども、サイズがね、45センチということですね。横幅45センチということで、ADA 製のツール、基本的にには全部対応してます。全部同時に一度に入るっていうのではなくて、どのツールを選んでいただいても中に収納することができるというサイズになっております。で、この商品のポイントは中のスリット部分です。このスリット部分が各この引き出しの中にあることによって、蒸れを防ぎますね。通気性が良くなりますので、まあもちろんね、使った後道具は拭かないといけないんですけども、拭いて、まだ湿気てる状態でも中にね、こう、スリットが入ってるので、蒸れてカビだらけになるっていうことを防ぐことができます。で、これ公式の写真だと分かりにくいんですけども、一番下の、その底板っていうんですかね、一番底の引き出しが、浮いてるんですね。浮いてるので、直置きされた時でも通水性を確保できるというね、なかなか細かいところまで、しっかりと作られています。これがね、置いた時にね、このスリットが塞がったら意味ありませんもんね。そこがちょっとね、上げ底になっているので、しっかりとね、こう、蒸れを防いでくれるという商品であります。で、次にソイルスクープ曲げ。
これはですね、まあもうこれ説明するまでもないんですけども、ソイルとかをね、入れるための土入れみたいなもんですね。今までお持ちでない方でしたらとてもね、これいいのかなと思います。まあ説明する内容とてもシンプルすぎて特にないんですけども、で、このマディ加工がすごいってことですね。これはどちらかというと、機能性はもちろんあるんですけども、やっぱりこの伝統工芸、この手作りの魅力、もうこれに尽きるかなと思います。今までソイルを袋ごとジャーって入れてた人にとってはこういった、土入れツールはあった方が絶対いいと思いますのでご検討いただければと思います。で、次に TA オリジナルピンセットチタニウム。で、こちらがですね、今回のラインナップの中で私が一番注目しているアイテムです。なんとチタン合金ということですね。チタン何がいいか軽いです。で、このピンセットの重量、じゃあどれくらい軽いんだろうかっていうところなんですけども、これまだ未発表情報なんですけども、調べました。なんとピンセットがですね、28g になっております。28g って、軽いの重いのってなりますよね。じゃあ今 AD への水草専用ピンセットの L サイズ、今お持ちの方結構おられるかと思うんですけども、こちらがなんとですね、42g もあります。42g が 28g まで軽くなるということですね。で、この差結構大きいです。で、これは直接 ADA さんに聞いたんですけども、持った瞬間にわかるぐらい軽いということです。これが軽いとですね、やっぱり水草の植栽量が多い時にめちゃくちゃね、こう、差が大きくなります。もうちっちゃい水槽をね、仕上げるぐらいでしたら、ものすごく重いピンセットを使っていただいても全然多分問題ないと思うんですけども、例えば90センチ水槽を植栽するとか、120センチ水槽を植栽するってなった時、やっぱ軽いピンセットの方が絶対いいですね。手首の疲れとか肩の疲れが全然違いますので、これはとってもいいのではないかなと思います。もう確実に私、個人用に買います、これは。もう買いですね。で、あとフィーリング。これも ADA さんに直接聞いたんですけども、このね、掴む時の硬さ、フィーリング。これがね、全然変わってしまうってなったら、ちょっとね、今まで持ってたピンセットとね、なんか、こう、合わないですよね、こう、フィーリングが。ではなくて、もうかなり近い、もう違いがわからないっていうところまで寄せてるらしいです。なので、今の通常タイプのピンセットのフィーリングそのままで軽いといった最大のメリット。もうこれだけでも完全にめちゃくちゃもう欲しくなりましたね。これはもう水草のヘビーユーザーの方でしたら、まあ値段は結構するんですけども、もう価値ある商品かなと思います。で、次に TA オリジナルシザースウェーブチタニウム。同じくチタン合金で作られたハサミウェーブですね。こちらもですね、軽さがもうすごいですね。なんと、通常のウェーブ、今既存のウェーブが約 55g に対して、今回のチタン合金の方のハサミが 34g と、かなり軽量化されてます。で、切れ味、フィーリングは現状そのままということもお聞きしております。なので、フィーリング、切れ味そのままで軽くなっていると。これもやっぱりね、トリミング量が増えてくると、このずしっとしたね、この重さがやっぱ答えてくるんですけども、これが軽くなるということは非常にメリット大きいですね。ピンセットもハサミの方も約3分の2の重量、約 33% 軽くなっているというね、これは非常に大きい差だと思います。前傾その面積の多い方でしたら、これね、非常に差が、分かっていただけるぐらい大きなメリットになるのかなと思います。このチタン合金のハサミとピンセット、これはね、本当にいいですね。いいです。これはちょっと私一押しのアイテムにしておきます。で、次に AP シェイカーチタニウム。これもチタンなんですけども、先ほどのハサミとピンセットはチタン合金だったんですけども、こっちは純チタンです。これだけでもう本当欲しくなりますね。金属マニアの方はもうここだけで、おーすげーみたいなね、なっちゃうんじゃないかなと思います。ちょっとね、これ私もこう金属好きなんで、このね、チタン、純チタンってつくだけでももうちょっと欲しくなっちゃうんですけども、非常にね、こちらも、面白いですね。今現状 ADA の AP グラス、餌やり機なんですけども、これがですね、もうずーっと長期欠品になってて、全くこのね、ラインナップに戻ってきてくれないという空白期間になってますので、もしちょっと ADA 製でどうしても餌やり機が欲しいという方はこれ、もういいんじゃないかなと思います。限定モデルですし、デザインもね、非常にかっこいいですし、純チタン。これね、純チタンちょっと一押しなんですけども。はい。
という感じで、今ねちょっと AP グラス次回まだかなって待っている方も、ちょっとこれ出てきたってなるとこっちでもありかなっていうところが正直なところです。でこれウェブの公式情報だと、この開いてる口ですね、この餌が出てくる口が私個人的にちょっと大きいかなと思ったんですよね。そうなるとバサーってね餌がね出ちゃって、もうちょっと過剰な餌の量になってしまうのかなと思ったら、実は違うんですね。これもまだ未発表情報なんですけども、この口のところね調整できるんですね。しっかり任意の場所で止まるらしいです。なので口のサイズは調整できます。細かい餌の時はこの開け口をちっちゃい目にして、大きい餌をやるときはちょっとね大きめに開けるって感じで、この蓋が上下稼働するということで、でしかも固定できるという、まあ上下稼働しつつそこの任意の場所で止めれるっていう点、これとてもいいかなと思います。で具体的にじゃあ口のサイズ、これも未発表情報なんですけども、横幅が6ミリです。で最大の口のサイズが約2センチ、6ミリの2センチまで開くことができます。ただその2センチっていうのが可動式になっておりますので、横幅6ミリで高さを3ミリで止めるっていうこともできます。このあたりは非常に使い勝手いいのではないかなと思います。で餌を補充するときはこの蓋をパカって取って中に入れると。でこれどうやってね蓋がね任意の場所で止まるのかなと思うんですけども、そこは精密加工で、まあなんとかねこう微妙なこう締め具合を再現しているのではないかなと思います。これも私の中ではピンセットハサミの次に注目しているアイテムです。これが正直トップ3ですね。私個人的には非常に欲しいなと思ったアイテムの順位です。皆さんもぜひ参考にしてみてください。で最後にもうちょっとね一押し終わった後に最後にちょっと付け加えみたいになっちゃうんですけども、最後にこちらです。 FC ツールトレイアースホワイトです。でこれ見た目めっちゃシンプルで、何に使うのかなってちょっと私想像したんですけども、これ実は結構便利で、作業中、例えば水槽トリミングとかされている時に、最初前傾層バーっとね、ウェーブで刈り込んで、で次に後ろ刈り込もうと思った時に、後ろの有形層とかですね、後傾層を刈る時に、まあ、ウェーブでそのまま切る方ってあんまり少ないと思うんで、通常はね、ストレートとか、普通のカーブタイプに持ち替えされると思うんですけども、その時に、置いていくとこですね。結構困りますよね。よく皆さんやっておられるかもしれないですけども、タオル置いてそこにツールを置くみたいなね。まあそれが、これがあればね、もうこのトレイの上に一時的にこう避難させて、次のハサミ、次の道具を持ち帰るみたいな。持ち帰るときにちょうどいいかなと思います。トレイなので水もそこに溜まりますし、ちょうどこうね、置き場所として最適なんかなと思いました。で、なおかつ、作業が終わったら、ハサミをこう縦向きに立てて、水がしっかりとね、切れるようになってますし、もう簡易的な置き場所としてはいいかなと思います。もちろん本格的にもうツールを収納されたいという方でしたら、FC ツールスタンドっていう商品が別であるんですけども、そこまでこうね、道具持ってないよっていうね、ハサミ1本とか2本、ピンセット1本の合計3本ぐらいしかないよっていう方は、十分これでもいいかなと思います。はい、このような感じで今回は結構ね、絞っては来てるんですよ、正直。20周年の時ってもっとラインナップあったんですけども、今回かなりアイテム絞ってる分、めちゃくちゃこうね、こだわりが、こうギュッとね、こう凝縮されたようなラインナップになってるかと思います。日本ならではのね、伝統技術をね、随所にこう散りばめたような、商品構成になってますので、とても魅力的ではないかなと思います。で、ちなみになんですけども、ご予約に関してですが、今現状当店でもご予約受けたまわっております。ちょっとご来店が難しいって方でも、メールいただければご予約を受付いたします。ただしです。ただしです。今回数量限定ということなので、ご予約をいただいたとしても、販売させていただくことができないという状況になり得るということです。こればかりはですね、出荷制限といって、AD さんとしても出せる数が限られている中で、大量に発注が来ちゃうと、どうしても数量制限をして出すということになりますので、ご予約を受けた方の中でも、そこの数に含まれなければ漏れてしまうということが発生するということになります。なので、もちろん早めにご予約いただければその分、お渡しできる確率は高くなりますので、どうしても今回の記念モデルご購入されたいという方はお早めに当店までメールにてご連絡ください。もうすでにちょっとね、何件かご予約いただいてるんですけども、まだ大丈夫かなと思いますので、何かございましたらまずお問い合わせください。
もし今回の情報を役に立ったという方がおられましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しく思います。また、いいねマークでの高評価もいただければ大変嬉しく思います。では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。